どうも皆さんこんにちは、星椎茸です。モンスターハンターワールドアイスボーン続きをやっていきましょう。今回はさらなる古竜調査ということで、また古竜のね痕跡を集めてたんですけども、またフィールドに戻ったらイベントが進んでしまいましたのでやっていきましょう。戻ったが無事で何より。順調な調査のおかげで大変なことが分かってきたぞ。なんと陸珊瑚の大地に調査団未発見の古竜が潜んでいる可能性が高くなってきたんだ。調査団未発見となると対処の方法をゼロから探ることになる。一筋縄にはいかなさそうだ。そうだ。他に変わったことといえば、最近古代竜人が調査団の前に現れることが多いってことだな。陸珊瑚の大地に潜む古竜について何か話しているようなんだが、意思の疎通がうまくいかなくてな。フィールドマスターさんが古代竜人を探し出して話をしようと試みてくれている。おう。何か分かったらすぐに知らせるよ。お前は引き続き調査を続けてくれ。調査班リーダーと話す。戻ったか。戻ったか。無事であるより。古竜の名は、何竜やこれ、名竜かな、ネロミエル。古代竜人からも話を聞いて確信を得た。ああ。だが調べれば調べるほど不気味な古竜なんだ。数少ない目撃証言や被害報告によると、不気味に光っていた。光なんて見えなかった。非常に色鮮やか。体表は地味な色合い。な、わけがわからないだろ。現在陸珊瑚の大地の校舎に不気味な光が明滅するのを確認している。やつはおそらくそこだ。行こう。ではクエストを受注して陸珊瑚の大地に向かうぞ。未知の古竜は岡珊瑚の大地にいます。岡珊瑚やった。慎重に行きましょう。陸珊瑚じゃなかった。属性上げていこうかな。属性耐性な。飛躍飲んだらいいか。でちょっと調べたところによると、水攻撃をどうやらしてくるということですので、今回は水装備と、また爆破でね、あこれ違うわ、爆破でやっていきましょう。この葉作用のやつやと、あ装飾品ちょろっと変えるだけでいけるはずなので、水対氷雷氷結民え耐水ってなかったな。耐水あれか、つけてるやつっておらんのか。つけてるどっから取りたいな。耐水流スライコハリュータおらんな。耐水と どこだっけ。耐水これでこれ体表になってんな。これで水やられは3、開花と対表しかないもんな。で、回避ラノじゃなかったっけ。いや、いるんか。で、こっちも耐水にしといて、これで来てるときは大丈夫って言ってね。はい。で、岡サンゴやったらこれはいらんやろ。これもいらん。スインがいるかな。ちょっと待って、なんかおかしいのとこれ装備違うわ。鉄鋼ライトやった。ほんでや、もっぺんやり直さなかったのか。
排水対表水の実がないから位置でしゃあないな。123あと2つ、最低2つか。はあ困ったな。4のスキルで対属か。まあしゃあない。これで2何もつけてなかった。1か。まあもう1個削るしかないな。もうしゃあない。よし、これでいこう。これで爆破装備やな。よし、では行きましょうか。うん、読めへんなこれ。シルベが灯るまで。倒せんのかな。一応飛躍飲んだから取っとくか。ネロミエールか。あれこっちじゃないんか。足跡はないぞ。こっちの方がいいんか。高台って言ってたしな。一番上か。出た。見てください。上やね。もう一個どこだ。これか。ここかどうかも分からへんけどな。まあ、あってな。上か。イベント。
うわ、LED。LED 内蔵タイプか。気持ち悪い。激流の主が現れた。歌は惑わせる。古の竜さえも、古の竜の動きをたどれば、いずれは。で上にいんのか。ここに来てくれんのかな。いやいやいや、どこ行くの。ところ、あ、違う。あー、ミスった。なんか水してんな。スタミナこれなくなってるやん。ちょっとこっち見て。よし、とりあえずぶつけて。くっついて戦いたい。はい、そういう思いだつもりが。で、なんか水たまりゴケを地面にばらまいてると、この水やられかなんかに、水やられ足元を取られんでいいっていうのを、モンハン系 YouTuber さんのやつで見たので、当たりに行くスタイルか。勝ったんやな、これ。
範囲はまあまあ狭そうやけど、なるほどね。その水をまいて感電範囲を広げてくる感じのスタイル。羽がさ、広すぎてさ、見えへんねん。おお、いけ。自分で、あ、ほら、こんなゆっくりリロードしてた。やばい、この辺やばそう。絶対これ羽に当たると思って。そのなあ、水、あ、やっぱり正面に立ったらあかんっていうのはまあそのとおり。なんじゃそれはダイダルウェーブ？そういうこともするのか。怖え。おわ。ちょっと待て。範囲広すぎる。結局2つは水がないと結局割れないね。どないしょうもんね。水がないと感電の範囲も狭い。おー、振るか。あー、それも当たる。いや、感電範囲広いな。
慣れてたか。あれ、うわお、恐ろしいな。これはきついな。それはきついっすわ。なかなかきついことしはるな。どうしようかな。上か。足跡どこですかね。いや、足跡全然見つけられへんやもん。これはもうキャンプへ帰るか一回。弾を補充して。よし。確か総意を起案でも耐水は2ぐらいあったんやったっけ。せやな、来て3になる感じやったな。光ゴケな、巻きたいねんけど。もしかして、上に乗っかれ。うわー、うっとしい。俺に映ってくれる。そんなあれやな、めっちゃ吸ってくれるわけやないんだな。びちゃびちゃになるのはちょっと少ないぐらいな。自分が吐いた水飲んだよな。流されると身動きが取れない。あ、違う、間違えた。
ちか。狭いところは勘弁してほしいな。あ、絶対それやばい。これはぶつけれるな。左方向は範囲が広くなる。あ、跳ねなくなった。やけど、そんななんかめちゃくちゃ振ってくれるわけじゃない。マジどいて、見えへん見えへん見えへん。おう、そういうこともしてくんのか。今食らうと、ピヨル。よし、ボーンってしてくれやん限りは水なくならへんよな。
しなんかわからんけどやった。ちょっとこれ次の水やからいけるかなと思ったけど無理やな。水やられ水やられというのか雷属性上げた方がなんかダメージ的には良さそうな気もすんねんけど。この交流系の何がかなんかっていうと捕獲で終わらされへんっていうところはね倒しきらんとあかんっていうところが怖いんよね。よっしゃ行こう。聞いてねえもん。この狭いところでやめてほしいな。弱ってるわけではないんかな。
っしゃ。今やっとあれか、ピヨった感じか。ちょっとどこで寝んやん。やっぱ一番上やろな。足跡ってどれ？もう足跡わからんし、いいわ。は、全然見ない。爆弾のショートカット俺作ってやる。ショートカット用だけでも作っとくか。よし、そうにしとこうか、今さらね。今の何なの？今の格闘やね。めんどくせえな、おい。いや、足元か。足元か。さすがにそれは無理やな。いつ帰ってきて。うん、ポッポ。ちょっと待ってや、もう。うわー、怖え。わあ、マジ怖い。はい、クソで。わあ、よかった。わあ、お疲れ様でした。それもうマジ邪魔やって。強欲か。ひげ皮。厄介やね。
あれ浮いてる時に上空からその射撃できたらいいんやけど、そうはいかんのやね。あれに動めく古竜の痕跡を追うハンターは、丘サンゴの大地にて水をまとった古竜と遭遇。無事調査を終え、セリエナへと戻るのだった。みんな聞いてくれ、大いなる存在に関して調査結果が出た。喋んのか。では私から。歌が聞こえた場所を調査したところ、とある法則を発見した。これらが歌の聞こえた場所、時間順に示してみよう。バラバラですね。一体どんな法則性が？焦らないで。次に地殻変動の場所を古い順に書いてみるわ。螺旋の形、これって地脈の流れ？渦巻いてる。なるほど。地脈回廊から放たれるエネルギーに沿って移動しているということか。よし、ここでもう一つダメ押しだ。五鬼団、古竜の調査結果を示してみろ。はい、古竜たちが活発化した場所を記します。すごいぞ、みんなが出した成果だ。調べたところ、地脈の螺旋が描く延長線上、ここよりはるか遠方に島があることが分かった。古竜が騒ぎ出した時期から考え、そこに大いなる存在がいると考えて間違いない。まだいるんや。さて、その島に何が待ち構えているかは分からない。現場での的確な判断と即応性も求められる。どうすべきか、みんなの意見を聞こう。聞くまでもないだろう。少数精鋭、依存なし。じいちゃんの考えに俺も賛成だ。それしかない。よし、では五鬼団に島へと向かってもらう。これは希望の星である彼らにしかなせない。先輩、指揮をお願いします。私たちが無事その島から戻れるように。今も続く生態系への影響は、いずれ取り返しのつかない結果につながるかもしれない。そうなる前に真実を確かめよう。我々は五鬼団を全力でサポートする。出発準備を急げ。了解でさ。全てをあんたたちに託すわ。しっかり見てきて、私の代わりに。五鬼団の調査班は準備ができたら俺のところに来てくれ。よし、それじゃあみんな無事戻ってこよう。気球船に乗りましょう。大いなる存在のもとへ。はい、ということで、じゃあ今回はここまでにしたいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。またね。